はい、いらっしゃい。相変わらず客おらん店やな、ここ。作ったの、あれ。はい。作ってみました。人にそそろかされて。いい、見て。どうぞ。あれ、値段書いてないじゃん。これから決めるんです。1万円ぐらい？ 3 万円。バカ。売らない。いいね。いいですか？なかなかあのこの何やってんの君。売れ残ってるよこれ。売れ残ってる。これも売れ残る予定？これは売れた。あ違う、こっちが売れ残ってるんだ。こっち売れたか、あこっち少ないもの作った数が。これでもちょっと付け足した、あの追加したけど、こっちがまだ、えまだあるの？残ってまーす。うーん、今のうちやね。これもあの残るよ。残るの？いいな。ちょっと座ってみていい？どうぞ。いやでもいいね。俺何？いやいいねこれ。だってさ、このバケツってさ、鈴木さん持ってるじゃん。いやあれはローリングスしか入ってないでしょ、うん、この石原スポーツオリジナル、これは持ってないもん。これまだ1個しかないでしょ。世界に1個。すごい、希少価値3万円。オークションで。どう、オークションで。うるさい。オークションで。どう、石原スポーツネットオークション、うん、ライブでオークションで、みんな金額入れてもらって、うん、で、最高額で売るの。何しよう。いらんでしょう。え、いや俺大丈夫、心配せんのに。俺入れないから、俺入札しないから。いいなこれ。じゃあオークション、オークション。ここに下げるから下げるから。それ言うと思って。、うん、このバケツは何で蓋するの。じゃあいいじゃん。ちゃんとどういう、俺ちょっと叫ぼうと思ったのに。どういう用途があるか説明せないかい。ああ、そう、うん、まずこれ椅子になるんですよね、これね、うん、座れる、はい、うん、しかもこれクッション入ってるから、はい、お尻痛くない。うん、痛くないね。ね、次に、ね、次に2つ目、はい、今のが椅子になるっていうのが1つ目のあの用途。2つ目取れねえし。ね、中にね物が入れる、うん、ね、ボールバケツですからね。うん、だからね、あの家族に見せれないようなもの入れとけ、ね。家族に見せれないものがあるんですか。いや俺家族いねえし。なるほど。いるじゃないですか、お母様も。別居だし。妹様も。あ、怖いね妹ってね。妹怒られるね。なんでね、人の顔見るとね、すぐ怒るんだろうね。うん、妹だからね、自分たち年下なんだよね。うん、女の人の方が偉いですからね。うん、ね、まあいいや、そんなことは。でこの中にね、まあ例えば入ります。余裕です。しかも蓋をしとけば埃がかぶらない。、うん、確かにね。ちなみに前譲ってもらった貼ってないやつ、うん、この石原スポーツオリジナルじゃないやつ、うんうんうん、中に大事なミニカーが入ってる。でもこれバラバラってなるでしょ、ミニカー。動かさない。あ、そーっとで、動かすときは蓋を取って中身を出してから動かす。なんでミニカー入れてんの。え、ほこりかぶるの嫌だから。あー、ね、そういう効用はね。これで2つ目ですね、うん、椅子になるのと、それから中が収納になるね、うんうんうん、まあちょっと小物ぐらいしか入らんけどね、うんうん、あ、ダーさんごめん、あのね、うちのバケツにはね金とかお金入ってないからね。そうだけどね。え、あの、あれでしょ、クレジットカード多すぎてそこに入れてるんでしょ。クレジットカードは使いません。顔認証。いつもニコニコ現金払い。この前、あれだよ、あのスイス銀行いるじゃない。もうカードも何にもいらない。顔パス。お前さ、世界第5位の台風を事情があって、一個言っていい、うん、スイス銀行いらっしゃいませ言うか。いや一応ね、皆さん見てらっしゃるのは日本人だから。あ、そう、うん、なんてって言われるの。ちょっとあれでしょ、ヨーロッパのあの感じのあの顔でしょ。あのさ、入ってるちょっと。こんなさ、得意はラテン語ですからね。スイスはドイツ語、イタリア語、フランス語でこうあれしてるけど、何語で喋るんですか、スイス銀行では。
英語？日本語。あ、日本語。あ、当然、当然、当然や。鈴木様、いらっしゃいませ。じゃあ、日本人担当、はーいって。私、スイス銀行の後藤と申します。つってね。出てくるでしょ。何、後藤って、その、リアルな名前。銀行っぽいかなと思って。もうちょっと名前考えよう。うん、これ、あの、最後の紅葉ね、一番これがね。最後の紅葉。うん。三つ目の用途。うんうん、これが一番ね、うん、バケツの中に叫べるって。うん、バカーどうぞ。そうこっちに向かって叫べれ。痛いなもうひどいな、もうすぐでこあの眼鏡壊れかけたじゃないか。と3つの声あるんでね、これ売れるかな、これ売れないえ、だってこれってこのここにステッカー貼れっていうのは誰とは言わないけど赤さんが言ったんだよ最初。赤さんだったっけ。赤さんがあの先月、うん、2月に見えた時に、うん、貼ったらどうって、これは赤さんの発案じゃないの。あ、そっか。え、そうするとアイデア料払わないかい赤さんに。アイデア料、アイデア料当然。な、何暗くなってんの。お金の話するとか、あの払うって嫌いでしょもらう、もらう、拾う、ただだから責任取って赤さんに買ってもらうってこと。3万円で、うん、赤さん3万円絶対買わないいやいいなこれ。あ、ほんで値段いくらですんの。値段決めないとね。うん、本当に3万円すんの。いくらにすんの。あ、本当に書きやがった。これ絶対売れ残るぞ。これ誰が買うの。これどう見ても3万円って書いてありますね。これあの3万ペリカとか大富豪、大富豪ほら3万ペ、3万円で驚かないでしょ大富豪。今財布の中7000円しかないそれは顔パスだから、リアル、リアルな話。どこのお店行ってもね、はい鈴木さんいらっしゃいなさい、いいですよ、はい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 、お金払ったことない。言われないね。どん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 銀行からね、ポンポンポンって。あ、近所のコンビニで言われる。職場の近所のコンビニで、うん、なんで、うん、え、いや、あの名前は知らないから言われないけど、うん、あのなんかレジのおばちゃんがいろいろよくしてくれる、うんうん、鈴木さんおばちゃんにモテるもんね。うん、なんかねこうして、うん、で、そうだな、あれが2500円ぐらいでしょ。2500円ちょっと切るぐらい、切りのいい数字にしようよ。あ、思い切ったね。これ儲けあるの。ないね3500円だって。実はね、何、売らないバカ、いいじゃないかこれ。いい、うちの店にあってこそ意味があるね。でもこれ一個、これ自家消費だな。なんか難しい言葉言ってるな。これこうしておいとけば売れると思うよ。売れるでしょ、売れないよ、ね、農民さんが10個ぐらい買うんじゃない。いや部屋に置けないでしょグローブいっぱいで。え、グローブで、グローブとバットで部屋がいっぱいだからもう物置くとこないの。これ10個並べて、うん、上にマットレス引いてベッドにして使うってどう。なるほど、背中痛そうじゃない。痛そうやねまだ15個売れるよ、15個こうやってこう、ん、おっさん2人で何やっとんねん。でも冗談を言って、本当いいね。私にはかっこいいけどね。うん。皆さんにはそうでもないかな。当店オリジナルボールバケツ、うん、売れるといいね。じゃじゃじゃ、だからその本物持ってきちゃいかんね。本物持ってきちゃう。これ本物ね。ちゃんと、あ、電話番号入れるの。電話番号入れ、あー、うん、手でかけ、手で電話番号
赤で書いてどうするんや。ここに書くんだ。下に黒かなんかで書いた方がもう全く。もう一回作り直しなの。試作品だから。世界に1個、うん、3万円、しかし本当に作るとは思わなかったな。もう200円出すとカラーになります。そうするとそっちは3700円。そう、これ配色上がって、アメリカだもんだって。あ、ほんで星が入ってんだ、うん、アメリカの国旗ですよ。で、何、花ちゃんは赤白の日本、うん、貼ったらどうなるんだろう。赤のところが消えて、うん、不思議な模様になるかもしれない。あ、逆にいいかもしれんね。花は見えるな、うん、富士がついてるから。あ、貼ってみるか。え、ここで貼る？貼らない。もったいない。高いもんこれ。え、これは何、この試作品は売らないの？え、鈴木さん欲しいですか？欲しい。え、鈴木さん買ってくれるの？買うよ。買うけど3万円バカ。3500円で買いたくない。なんで3万円払うの？これは一般の市民の値段です。一般市民、一般ピーポー、一般ピーポー。違う違うの？あ、これ顔切れてるじゃん。これじゃあ例えば今日俺が買って帰ったとするじゃん、うん、展示がなくなるじゃん。売らない。いいよ、売らないなら売らないでいいけど買うから。とりあえずつらつけとこ。何がおかしい？子供か。え、うるさいな。いつまでも少年のような澄んだ心を持って、あ、違う違う、清い心を持って澄んだ目で物事を見ろって言ってるね、君。目がなんか枯れ下がってない。でもこれ冗談を置いて、注文があったら売る？作る？ブロロロロって言わへんの？ブロロロロって車のエンジンかけろってか。うん、あ、いらっしゃい。相変わらず客おらん店やな、ここ。よかったね。あれ作ったの？あ、ちょっと顔切れてる。入れよう。はい、作ったの？あれ、はい、作ってみました。人にそそろかされて。そう、みんなにそそろかされて、はい、